ちゃめちゃ床はい、こんにちは。キングのインスタライブが始まりましたけれども、これついてないよね。え、どうなってるか大丈夫です。話はよいしょ。あ、スペース後入場ツアーのリハが始まってますけれども、始まってます、はい、始まってる。かっこいいね、かっこいいね。前もこんな感じでさ、うん、やった時さ、うん、なんかこんなもんだよとか、なんか特に何も言わなかったよね。特に前回やった時も。それこそあれじゃない？東京。東京ドームじゃん。ない。日産スタジオ。声聞こえてんのかな。まあちっちゃいよね。ちっちゃいね。インスタグラムの制限に超えましたね。超えちゃった。何それ。通信制限。いや、あ、使える時間みたいな。マジ使える時間。何それ。実際してる。そう。ああ、違う、怖。設定できるんです。できる。スリータイム。そうそうそう、画面見すぎですよっていう。そうそうそう。へえ。1日 SNS お前っていう。そうそうそう。頑張れ。そうそうそう。へえ。恥ずかしいです。設定してるのでなんか恥ずかしい。親が子供にやるやつじゃない。親が子供にやるやつでもある。そうだよ、ね。うん、まあ、現代病ですからね。スマホに。しかもあるわ。
おお。あ、番組の最初のオープニング。どうですか、ライブ今回の。どんなライブになりますか。いや、マジでスペシャルなライブなんじゃないやんか。ただちょっと今日初めて出したら結構重かったみたいなセットリックス。でもお客さんが歌ってくれるはずだから。あ、そうそうそう、あ、確かにね、本当によく期待してますね。本当に期待してますよ。以来なわけよ。そんなことないか。高松以来だっけ。歌声がちゃんと思い出に残ってる。たくさんの歌声。そんなことないか。ヤモンとかアメリカスタイル。いつの声出しスタイルのヤモンくらい。そうだね。Thank you.
あ、ドイツからだった。
ナイスナイプナイプってカタカナやばすぎて。ああ、ローラーね。あれなんかかっこいいアレンジしたよね。ああ全然覚えてねえな。スタジオも行けない、本当に辛いです。だってスタジオも行けない人に、そうでもいるよね、そんな都合よく休みじゃないよね、暇じゃないよね、みんな、どう有益なコメントあった？有益なコメントないね。ないんだ。もう。そのなんかライブ行った？俺、うん？最近ってこと？うん、最近バンプかな。おう、バンプに行ったんだけどね。どこ？有明。が、アリアケガーデンじゃない、アリアケ、あ、あれだ、新しいとこ、あ、ビリアイシとこ、みんなやると、うん、thank you.
しい。あ、そうかそうか。優しい。あれみたいって。あれみたい。とせなおれ。
化したらないみたいな感じだと思う。なんつうの、あのだちょっとなんつうのだ、知ってるキャラになっちゃうんだよ。お五条さんとか。あ、五条になる。へえ。ちょっと友達と逸脱しちゃうから、ね、やりすぎるわ。あ、うん。五条さんを育てるっていうのもちょっと変な気分になっちゃう、うん、やってなんか変な呪いのなんかねえ、やってすぐなんだよ、すぐな指っちだよ、だってね指っちなら分かるね、うん、すぐななったら嬉しいね、すぐなんだよ、そういうのなんかないの最近、それハマってる、うん、ハマってるというか、これなんか欲しいな、欲しいな、欲しいな、あるとき結構あるんだけど、透明のあのマイクロコルムが出るの、え透明のキーボード、そうキーボードかっこいい、なんかかわいい、外が透明のクリアとか、そうそう、クリスタル、欲しい、いや、まああればあれでしょ、でも別に使わないから、クリアのパイオニアもあるよね、いや、何でも、へぇ、あ、そうだ、うん、かっこよく全然見なかった、ペットボトルに吸い殻は後片付けしないといけない、当たり前だよね、もちろん、うん、モラルだからね、常識です、はい、僕が片付けます、モラルの男、モラルの男モラリスト、モラリストモラリスト、モラリスト、モラリスト、なんでこういう感じになっちゃうんだろう、じゃあやるかわかんないのをやってこう She
癖があるの。いや、あるね。癖あるね。面白い。この回答できない。難しい。難しい。違う、店行きが通ってないわけじゃない。違う、店行きが弾ける場所がもうめちゃ少ない。あ、少ないんだ。っていうね、っていうね。勉強になった。知らないふりしてみんなの立場に。そう、アホなふりしました。カンちゃんやってくれた。カンちゃんでくれた。浅いな、カンちゃん。いい感じだね。なんか自信ついてきたな。自信ついてきた。なんか上がりそうです、最初。あ、そうですね。でもアコースティックマジ手軽でいいよね。確かに。手軽に曲感ある。機材開放石が出たんでしょ。ああ、らしいな。らしいですね。要は、ちゃんと見えない石ってことだよね。ちょっと安くて、見切り石みたいなやつ。見切り石。注射です。注射。注射の月。いくら？いくら？8000円ぐらい。8800円。8000円。もうちょっとやんない。ありがたい。言うぐらいで、今日が。よよよさんで。結構いくね。何だったらさすがに止める。どこ見て割れたら止める。
確実なのは頭じゃない時は誰かを肩組んだりしてたら全然いい、ね、全然いい、やばい正直誰かしら、いろんなものに見る傷つけないの結構、みんなで歌ったらちょっと本当に緊張するから歌ってほしいけどね、まだ緊張するなんてのに見せてほしい。でもキャット、あの悲しい歌詞をみんなで歌ったらちょっとエモい、確かにそうです。じゃあサビブレイクする、確実のサビマッサーラマッサーラ落ちたくあるけど、いや頭じゃないやっぱ、うん、頭じゃあちゃんとじゃーんってやってこう言わなきゃブレスだけ入れてっていうのやめる、時が行く時が行くよ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 やだな、ね、その確率クソやだ、ね、作りで、はい、あ、うちは言ってるね、うちはとか、あのヌーのライブではあれなんだよ、持ち込みが緊張するし応援グッズみたいなのね、持ち込めないのだよね、決まりで。時は行くよ。時は行くよ。何をやってくれてたら嬉しい。客席で。やっぱキングのスタイルがあっていくもんね。まあ。やっぱヌーだから。女の子は、まあ、アフリカのヌーだからやっぱ腰の腰が腰の腰のって何だよ、腰のこう、あの部族系な、ね、裸でもいいんですよね、別に見るとくなってもいいすごいかもしれない、全然ダメです、俺らはいいけどさ捕まっちゃうからそうなんだ、捕まっちゃう、スタジアム内だけなんか違い貢献とかじゃない、あ、でもそこの一体感というか、うん、どこまで行ったら捕まるかもしれない、ね、誰が裏切るのかって言ってほしいんだよ、あっちくられるちくられるでしょ、すごい一回線引きね、映像化した時めちゃくちゃ面倒くさい、男はふんだしがオッケー、ああ、いいんじゃないですか、ああ、渋いかもしれない厳しいか、結構ふんだしいたら上がるね、確かにね、あ日本的だしね、うん、ステージ上げちゃうかもね、こう最善ぐらいじゃないともう分かんない最善でふんだしがあったらそう、結構上げれるかほぐれるね、それありがたいね、一口心配とか、いや、太鼓じゃないやつ、君の自分太鼓、うん、ああ、だから、席を閉じちゃったからドラムソロってめちゃくちゃボケがあるよ、うん、もう楽しみにしてます、うん、本当に来ちゃうからね、え本当に来ちゃうよ、ふんどし、うん、ふんどし来ちゃわないと思うけど、来ちゃったらちょっと感動するね、まあ、感動はする、うん、ふんどしで来てくれたの、でも、リアルに日常履いてる人いいんじゃない、うん、下着として、ああ、俺友達で、ね、ふんどしにしたいって言ったやついるわ、日常したい、日常ふんどしにしようかなと思ってるみたいなやついるわ、いいじゃん、あのそれこそ大阪は和樹のドレッドが見納めなんじゃない、ああ、そうだね、そうだね、やめちゃったよ、やめちゃうというか、やめちゃう、やめる、違う髪型にする、ラストドレッド、ラストドレッド公式ステージ2日目が公式ステージ2日目が和樹ラストドレッドでいいな、そうだね、大阪、うん、どう横浜にはあれだね、次どうすんの、めっちゃハードル、一応ね、高井ちゃんとこれじゃないっていうのはあるんだけど、ちょっと多分長さが足りないかもしれない、ちょっとどうなるか未知数が、あ、長さ使うんだ、あ、じゃあ日産では私が、うん、なってる、おお、あ、
大阪2日目が見納め、2日目が見納め、おお、大阪2日目だったんですか、見納めライブ疲労はごめん、疲労はまだ寂しいよね、寂しい、うん、いや、マジで長かったね、半年なんだかんだよね、なんだかんだ半年やりました、意外マジで紅白ぐらいじゃないですか、こう11月頭からやったの、ね、最初やんないかと思ってたもんね、うん、すごい顔してたよね、俺が、うん、すごい分かってた、俺もすごい顔してた、うん、だって1週間くらいでやめる、ね、撮影のみになりそうだなみたいな感じで意外としっくりきちゃったな、うん、寂しくなるね、まさか2日目行くって、うん、これもう見納めだ、来て、え、来てない。ああ。いや、エクストリームバリーと同じなんだけど。俺とどこに。確かに。バカも。確かに。そんなことはないし。そんなことない。ふわふわだ。言うても。また汗に来てもらう。ああ、やばい。入場者プレゼントにしよう。気持ち悪いね、まあ、単独で絶妙にグロいから、うん、単独だと全然やばいでしょ、うん、嫌でしょ、単独だと、いや、欲しいんじゃない、いらないでしょ、普通にいる、いらない、でも俺野球、あの野球を愛してた時にさ、ベースがあったの、あの、なんか投げてくれるんだとか、宣言のあるんだとか、超嬉しかった、まあ、玉、玉でしょ、玉だよね、やつだけ、毛じゃないでしょ、玉じゃない、玉ではないですね、うん、カズキ好きな男は、うん、ドレシコすんだよ、ドレシコドレシコ、ドレシコ、ドレシコすんだよ、エクストリームだね、ドレッド、まあでも痛くはなさそう、痛くないでしょ、結構柔らかそう、トレシコ、トレシコ、だふあの、フレシコの割りだよ、フレシコの割りだよ、いやらしい、いや、フレシコの割りだよ、エロ、あれのブルトエロ、エロ、あ、でも、キングヌー幻の応援グッズが1個ある、幻の応援グッズがあるよ、ああ確かに、これね、あれって売ったよね、売った、売ったよね、あれだから、セレモニーツアーが売り切れちゃったの、ああ、あれとか、あれとかってどう確かになんかな、うるさい、苦情出るのかな、もともとあれだよね、コロナ禍で声を出せないっていう時の、ああ、そう代わりに、なんだっけ、うるせや、いや、違う、メガ、メガ、応援メガ、野球、うん、あれとか超いいよね、あのグッズ変だよね、あれ、あのさ、あれも俺の道具だそうだよ、相当異色だよ、振り切れてよかったね、いやいやいや、やっぱ自分が作ろうっていうのでもやっぱ宣伝感がある、うん、そう俺が今まで宣伝したのはそれと、うん、あのキーホルダーキーホルダー、あの初期 のじゃあ全部気に入ってないってこと、うん、いや全部気に入ってないってこと、まあ俺の好みじゃない、おいそう言われたらちょっと、じゃあどうすんだろう、こういうのがジェーンばっかり作ったらさ、まあ、さそれじゃあ言うと何でもないでしょ、うん、すごい来るからね、じゃあ最後にマクドやって終わるか、一回一回、いや誰が師匠かもやっぱね、あ、まあ、今はじゃあこのねカメラの前で歌ってくれる、そういいね、ああっていうことですよ、一緒に歌おうぜっていう、なんか準備を TikTok でそういう機能があるらしい、ってこと、参加型のなんか、ところでギターを弾いて、それをいろんな人が歌って、ちっちゃい治療ドローみたいなことができる、
チェボトルみたいな。そう。みんな参加してる。ああ。急に出てきてびっくりしちゃった。びっくりした。こう記憶の奥底にあったあの、ね、あったね、そうなんだね。うん、だからああいうのができやすいってこと。まあ、そういうのやんないもんな、俺らね。確かに。うん、スタジオ待ってます。